いや、めちゃくちゃ自信ありますよ、僕。ありますよね。全問正解の人おる。はーい。やばい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 。ニコニコ遊びたーい。イエーイ。いっぱい並んでます、これ。なんでしょうか。リンゴ。キキリンゴ対決。やったー。久々に食欲の秋ということで。おー、いいね。食べたい。今回リンゴでやっていきたいと思います。やったー。一応テーブルの上に5種類リンゴがあります。これが秋月。これが三つがある。で、これがあのリンゴで有名な富士。で、これ皆さん食べたことありますが、これが一応青リンゴ。で、最後がさすがにこれはわかるでしょうということで梨を。これも知らないからね。わかるでしょ。じゃあやっていきますか。じゃあ。なるほど。まあ、まず試食タイム一人一個しか食べちゃいかん。そうだね。サンツガルさんですね。サンツガル様わかるのかな。リンゴ、リンゴなんかちょっとサクサクしてません？硬い、うんうん、ちょっと硬い。これわかるかな。わかるな。じゃあ次、秋月。秋月しますか。匂いはわからんよ。おいしい。同じやん、うん、もうわかんない。こっちちょっと もさってた。もさってた。そう、なんか水分量多いですよね、こっちの方が、うん、確かに水分量多い、うんうんうん、確かに水分量多いよね。ピーアンドピーさん、ポピピ祭り。次が、次きます、あの有名な、みんな多分一番食べたことある、富士。味濃い。うん。なんかこれわかりそうですね。うん。なんとなく、目隠して食べるとき、順番わかんないんだよね。問題はこれよ。青リンゴ。初めて食べます、青リンゴ。え、味違う？一緒じゃない？え、なんか青リンゴって感じの味じゃない？なんか青々してるリンゴ。いや、待って、でも。これ目隠しがわからんかも。わからない、絶対わからん。でも味違いますよ、青リンゴ、うん、でも味違います。青リンゴって感じの青。青リンゴって感じの青。お前絶対あんま言わなかった。あんま言わなかった。じゃあもう、もうはさすがにわかるでしょう、なし。わかるでしょう、なし。なしだ。なしだね。比べる基準ってもう私の中水分量ですね。もさもさ歯ごたえで、もさもさ感。ワン。にゃんですよ。そうよ。怖い。まなみちゃん、あー、はいはい、あ、これでかい。はい、きくちゃん、あー、はい、ゆうかちゃん、あー、あ、これやろ。でかっ。ちょっとお腹いっぱいになってきた。リンゴで2番目。はい。あ、違う。ゆうかちゃんまだね。ちくちゃいだった。うんうんうん、最高。最高。わかるやつ。な歯に当たった瞬間わかった。あー、はいはいはい、さすがね。今3つ食べましたよ。3つ食べた。ここは自信ある。はい、OK でーす。意外といけるんじゃないですか。うん、意外といけるかも。いやー、今回なんか今までで一番難しい気がするわ。こっくりになってる。こんなあった？こんなあった。全問正解いけるかもしれません。ゆかちゃん、毎回それ言う。大体間違ってる。お願いします、次。あ、でかはい、きくちゃん。リンゴでかい？うわー、じゃあ俺全問正解いけるもんや。めっちゃお腹いっぱいになってきた。はい、来ました。え、意外といける。え、わかんない。もう4番目が来た時に、あ、じゃあもうこれがこれなら、あれはあれだなっていうのがこう。そんなことありました。いきます。せーの、タイ。コグチンと言ってもらっていいです。1番、サンツガル。え、2番、青リンゴ。3番、なし。4番、秋月。5番、富士。1番、三つがる。2番、富士。3番、なし。4番、青りんご。5番、秋月。うわ、私、菊ちゃんと全く一緒。え、でもなんかそんな感じする。絶対これですよ。私、めっちゃ自信あります。マジで？嘘でしょ？めっちゃ自信あります。4番が、もう、青りんごかなと思っちゃった。いや、4番絶対青りんごですよ。1番の三つがるは結構わかりやすかったよ。え、1番、青りんご。うっせぇ。ものすごい分かる。サンツガル少なかった、うん、早く答え見ましょう。この中に正解っています。全問正解の人います。ちょっと楽しみましょうか。楽しみましょう。どういうこと？ドキドキしてきた。その言い方理想。どういうことですか。いや、めちゃくちゃ自信ありますよ、僕。ありますよね。今の顔マジ YouTube でも見直したい。今の顔ちょっと今手見上げてました。俺はチョコレート選手権1回優勝してますからね。全問正解。そうか。ただ唯一の全問正解。2は青りんごじゃないですよ。2は違う。
今藤井君は絶対に4いやでもいやここも分かるんですよね。4番青りんごかなと思っちゃったけど、もう青りんごって書いてたんですよ一番目に。書き直せばいい。書き直せばいい。書き直せばよかった。書いてたんですよ。まあいい、もう折れな、折れません、折れません、はい、では3番目、はい、なし。早っ。3番目これはもうちゃうな、なしです。正解、正解です。これも4番違ったら多分ここ正解ですよ。1番目、はい、1番目3つがある。いやー負けたー。まあそうだと思いますけど、絶対書き換えればよかった。イエーイ、よっしゃよっしゃよっしゃ、くっそー、もう2問正解でしょ。そう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 、やばい。じゃあ青りんごいきましょうか。青りんご4番目です。うわー、待てる、ちょっと待って、ここ絶対正解だ。待ってんじゃん。うっそー、絶対書き換えればよかった。悲しい。これ4番なんですか。これ来たかもしれない。いや来てますよ、これ来てますよ私は。はちょ待って、全問正解の人おる。いやー、やばい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 。はい、秋月は2番です。そう、間違ってるじゃん。違う、誰、誰もいないじゃん。で、5番目が富士。あ、そう、嘘ですよね。おやった、1個しかあったな。意外と俺同点やん。一緒ですね、一緒です。3問合ってます。3問正解、3問正解、1問しか合ってない。やばやばやばなし。しかなししか合ってない。でも、スタートする前の目標達成です。まあ確かになしだけは当てない。有言実行。これ映ってます？悔しい。これ過去最低じゃない？1問しか合ってない。絶対なし。なしだけ。でも目標達成してますから私。ちょっと今回はなかなかレベルがハードでしたね。難しいね、リンゴ。だって全部同じ味したもん。うん、そうね。でも違いはあったんですけどね。そう、あった。確かに。ただそれがちゃんと感じきれないですよね。悔しい。でも三つ軽の食感は分からなかったのやばい。いや、そうよ。サンツガルはサンツガルでしょ。もうサンツガルはもう本当にサンツガル。サンツガルは何だかんだ味の違いはありましたんでね、今度皆さんね、極めてリンゴ、そう、リンゴ買うときはメーカーを気にしながら、うん、ですね、面白い、ね、買ってみたらいかがだったでしょうか。それ比べですね、はい、一番何が高い値段、あ、値段は、いや、そこまで変わらんかった気がする。そんな変わらないですね、うん、以上、ニコニコ遊びたいでした。ありがとうございました。バイバーイ。